今朝、札幌市西区西野で熊3頭が目撃されました。3日前にも近くで3頭の熊が目撃されていて、同じ個体とみられています。熊は住宅街のすぐそばにある山林の中で見つかりました。現在、札幌市が調査にあたっています。午前8時前、札幌市西区西野11条9丁目で、 山の斜面に3頭のクマがいるのを近くに住む人が目撃しました。3頭はその後すぐに山の奥へ入っていきました。近くでは今週火曜日にも3頭が目撃されていて、調査を行った市の担当者は今朝のクマと同じ個体の可能性が高いと見ています。また、帯広市西19条南41丁目では午前6時前、 散歩をしていた人が河川敷にいたクマ1頭を目撃しました。近くの帯広農業高校では、登校前に生徒にメールで注意が呼びかけられました。